おはようございます。フォトグラファー藤巻です。今日は水垣山に、ボルダリングに来てます。僕のおすすめの課題を紹介しますので、ぜひ最後までご視聴いただけるとありがたいです。よろしくお願いします。1個目の課題を紹介します。これは指人形という課題です。おすすめのポイントとしては、僕が最初に落とした初段ということで、意外とお手軽な初段なのかなと思ってます。本当にここを下るだけ。ちょっと急なので気をつけてください。よし、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 はい、到着です。僕がクライミングを教えてもらった師匠に教えてもらいながら登った課題です。懐かしいな。そして最後本当に岩の形もサイズもとてもかっこいいなと思ってます。やったー。
なんとか登れました、意外と手こずりました、でもアプローチが近いので、何度も通ってトライできる課題だと思います。皆さんもぜひ登ってみてください。それでは失礼します。